紀元前2000年期頃のシリアメソポタミア周辺地図。アララハは、津の左上、地中海に近い場所にあるアララハは、アムク川の過酷にあった古代オリエントの都市国家の遺跡。現在のトルコ南部、シリアとの国境に近いハタイ県のアンタキアの近くにある。テルアトチャナという大きな胃、丘が古代のアララハの跡であると同定されている。アララハは、 紀元前2000年期、青銅期時代中期に成立した、肥沃な三日月地帯における初期の大都市の一つである。アララハの城塞の上に建てられた最初の宮殿は、紀元前2000年頃、メソポタミア南部のウルダイ三王朝と同じ頃に遡る。この町についての文字で残された歴史は、 マリから出土した紀元前18世紀の年度版にアラハトゥムの名で書かれたところから始まる。当時、アララハは近くの大国ヤムハド王国の一部であった。年度版文書によれば、スヌイコールエペイ王はアラハトゥムの地を義理の息子であるマリをジムリリムに売却している。紀元前1765年にハンムラビがマリを滅ぼすと、 アララハは再度ヤムハドの総主権下に入ったと見られる。アレッポの王アッパイリは兄弟であるヤリムイコールリムにアララハを与えたが、王国の再編成の後に反乱が起きたと見られ、ヤリムイコールリムとその子孫による王朝がアララハに気づかれ、アレッポの派遣の下で、紀元前17世紀終わりまで続いている。しかしアララハの町は破壊され王朝は終わった。この破壊は、 ヒッタイとの王ハットシリ一世の遠征によるものと考えられている。一世紀弱の中断の後、アララハは地方の小さな王国の首都として歴史に再登場する。この王朝の創始については、王朝を築いた王の自伝と見られる碑文の書かれた像からその過程が伺われる。碑文によれば、紀元前15世紀前半、アレッポの王の息子、イドリミがエマルに逃げ、 その後、アララハにやってきて、実権を握り、古里人が建てた、当時の強国ミタン理の王バラタルナの風神として、認められた。碑文には、イドリミの人生の浮き沈みが描かれている。彼の家族が、エマルに逃亡せざるを得なくなった後、彼は、家族から離れ、カナンの地のアミリアにいたハッピル人の集団に加わった。ハピルの人々は彼を、自分たちの大君主の息子と認め、 彼の周りに集った。7年間彼らと暮らした後、彼はハッピルの選手を率いて海からアララ派を攻め落とし、その王になったという。しかし発掘の記録によれば、この像はイドリミが生きていた時代より数世紀後の地層から見つかっており、その史実性に関して学者の間でも議論がある。それでも、 なお、年代の推定できる年度版からの記述がこの像の碑文の裏付けとなりうる。アララ派の王でイドリミの息子ニクメプは、ミタンニの王サウシタタルの同時大臣であるが、この事実は、イドリミが、サウシタタル以前の王バラタルナの同時大臣で、あるという碑文の主張を裏付ける。イドリミの子ニクメプと、その子イリムイリンは統治家のアララ派の社会経済史は、出土した年度版に、 よく記録されている。一方、イドリミ自身の名はこれら年度版には稀にしか登場しない。紀元前14世紀半ば、ヒッタイトのシュッピルリウマイ世は、ミタンリの王、トゥシュラッタを破り、アララハも含めたシリア北部の支配権を握り、アララハは、ヒッタイトに併合されたとみられる。年度版文書では、ウガリットの王が、ヒッタイトの王シュッピルリウマイ世に、無機種。 ヌハッサ、ニーエなどの王国が筆体と反乱を企てていると警告したことを受け、シュッピルリウマ一世は、ウガリット王国に、見返りとして、無機種の土地を譲渡したと書かれている。アララハは、紀元前12世紀、アナトリア半島海岸部やレバントのタトシ同様、海の民に破壊されたとみられ、以後再建されなかった。オロンテス川川口にある、港湾都市、アルミナが、 鉄器時代以後は、アララ派にとって変わった。代々積み重なった町の廃墟は、テルアトチャナというイオカとなって保存され、1935年から1939年と、1946年から1949年に、かけて、イギリスの考古学者レオナード・ウーリー教によって、発掘された。初期青銅器時代の終わり頃から青銅器、 時代末期までの17層の堆積層が調査され、宮殿、神殿、民家、城壁などの跡が発見された。数年間の調査の後、シカゴ大学調査隊が2003年に数年発掘を行った。以後、2004年、2006年とトルコ文化観光省やアンタキアのムスタファケマル大学の協力の下で発掘を進めている。 アララ派での発掘により多くの文書が発見され、マリア・ウガリットで既に見つかっている資料との比較研究が急務となっている。設計文字の書かれた年度版文書およそ500枚が第7層と第4層から見つかっている。紀元前1500年頃以後のアララ派王、イドリミの秘文入り長像は、イドリミ王の青年時代、権力をつかむまで彼の軍事的成功や、 その他政策の成功などユニークな自伝的内容を伝えている。アララ派から見つかったアッカド語文書にはいくつかの語彙集や先生実上の前兆の記録、まじない集などが含まれているが、主として法律上の記録と行政文書が中心だった。ありがとうございます。